ジョーちゃんの目当てはこんなしけた試合じゃなくて次だろ。昨日の3回戦、ジョーちゃんも見てたんだろ。そうね。地味な青年。あんたどう見た？あいつなんかやりやがったぜ。それが何なのか俺にはわからねえが、ジョーちゃんならわかるんじゃねえのか？すべてはわからなかった。まさか私の目をもってしても追い切れないとは思わなかったわ。使用禁止のアーティファクトでも使ってやがるかと思ったんだがな。対戦相手は腐敗神話のゴルドー・キンメッキ。彼は一度も負けたことがない。私も過去の大会で3度彼と当たっている。彼は負ける可能性がある相手とは決して戦わない。戦えなかったのよ。当たった時点で棄権する。彼は確実に勝てる相手とだけ戦って大会で上位に食い込んでいる。実力差を確実に見抜くことよ。その彼が地味な相手に逃げなかった。腐敗神話はこれまで確実に勝てる相手とだけ戦ってきた。つまりまだ試合で一度も本気を見せたことはない。開始！オーラお前舐めてんのか！腐敗神話の剣がジミナの首を捉えたと思ったんだがな。ジミナは剣が当たる直前で首を鳴らした。首を鳴らした。こうコキッコキッとコキッと音がしてゴルドーの剣を避けたんだ。おいおい、そりゃねえだろ。彼は私ですら注視してなきゃ見逃す速度で首を鳴らしたんだ。普通の人間にそんなことができるのか。気に入らねえな。お前は今千載一遇の好機を逃した。無様にあがいて這いずり回れ。そうしないのは俺に対する冒涜だ。バトルパワー17の雑魚が俺に恥をかかせやがって。全力で頬振ってやる。俺のバトルパワーは4330。リューケーン。勝者地味な青年。それで地味なは最後何をしやがった？私の見間違いじゃなければくしゃみをしたわ。くしゃみと同時にジミナの剣が振り下ろされて、そこにゴルドーが突っ込んで。つまりジミナにとっては全ての瞬間が好きだった。バカバカしい。私に彼と同じ動きができる。地味な青年。クイントンは花はないが安定した強さでオッズもいい。そいつ相手に何もさせないとはな。だが本戦1回戦の相手はあのアンネローゼだ。おそらくオッズは9対1ってとこだろう。今日の対戦相手のおっさんはやたら元気だったな。誰かに似てた気がするんだけど。まさか本戦に進むとは思わなかった。やるわね。当然の結果だ。あなたの動きは完全に見切った。これまでと同じように勝てるとは思わない方がいい。俺も一つ忠告しておこう。遊びは終わりだ。それで勝ったと思わないことね。見てなさい、これくらいできるんだから。あの人何がしたかったんだろう。